はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は防衛戦3日目アマゾネス来週やっていこうかなと思います。ただね、なんかアドバンスドクエストがポロポロと追加されているということで、まあここら辺も後々見ていけたらいいなと思います。はい、まあ違う動画ですね。ではもう早速やっていきましょう。今回はカリギュラが撃破された場合ダメという形ですね。でカリギュラに関してはバーサーカーで耐久力も低いので、ちょっと真面目にやっていこうかなって思いつつ、ちょっと待ってね、推奨レベルが85になってるんで、これどうしようかな。夢火使っていい気がするんで夢火使いますか。よし、ということで、まあ増加量としてはめっちゃあるわけではなさそうですが、とりあえずやっていきましょう。まあただ本当に今回ちょっとある意味難しそうだね。アマゾネスなんでワンチャンクリティカルワンパンで沈む可能性があるので、ちょっとそこだけ気にしながらまあやっていこうかなっていう形かな。まあ多分耐久戦となってるんで、まあいつも通りっていう感じかな。セイバー、ああそこら辺ね、はいはいはい、いいでしょう。ということでどうするかね、守りを固めますということで、あ優しいね。ちゃんとダメかと防御力ちゃんとそっち上げてくれてるわ。優しさがちゃんとわかる。というので、とりあえずやっていくんだけど、まあここら辺は特にね7ターン耐久すればいいという形になってるんで、まあクリティカル来ないように祈りつつやるかってこと考えたら、あれなんだよな、毎回毎回初ターン目の前の敵倒してるんだけど、一番後ろの敵倒した方が絶対いいんだよねっていうお花。ちょっと待って、ちょっと待って、思った以上に痛い。え、おわ、え、あ、え、いやー集中砲火って怖いっすね。はい、ターゲット集中とかうまいこと活かさないとダメということがまあ分かったので、まあとりあえずね、あのトツカリスコ使って納金していきます。いやけどマジかよ、初期まあバーサーカーでレベル65っていうの見たから、あれよくよく考えたらこれ殴られ続けたら死ぬよなってふと思ったけど、防御力アップとダメージカットの倍率低っ、もうちょっと高くてもいいんじゃないっていうツッコミがあるんですが、多分そういうのはしちゃいけないんでしょう。でここなんですが、まあとりあえずまあダメージカットしていればまあ一旦は確実に耐えることができるんで、まあバーサーカー狙いつつやっていくか。でカリギュラさんの宝具打ったところであんまり意味がなかったりするので、まあちゃんとこの2人のコンスタンティノスを守っていく、まあ宝具打ち続けてやっていくっていうのがいいなってこと考えたら、宝具打ったタイミングでターゲット集中打たずに、まあ、耐久していけばなんとかなりそうな感じはするな。まあここで本来だとアーツとかがあったらよかったんですが、まあまあ仕方がない、まあ無敵と。え、これ大丈夫だよね、大丈夫、耐える。あー、こういう時に限ってカリギュラに攻撃がいかないからちょっと困るんだよな。けどまあいいか、とりあえずじゃあ加速してやっていきますか。まあこれはアーツで一発で飛ばせるかな、飛ばせると思うんだけど。よし、オッケー、これで砲火が溜まった。でここもクリティカルで突破してくれるから、よしで、それ以外のアマゾネスをゆっくり倒していかないといけないんですが、シンプルに攻撃火力いった、それはさ良くないよ、普通に死ぬよってなるんだけど、まあまあまあなんとかなるか。ここターゲット集中本来だと使いたくはないんだけど、まあまあ仕方がなし。ここバスターで宝具やりつつチェインでいいかな。74000のアマゾネスの指揮のあのリーダー早めにぶっ飛ばしとかないと多分きついと思うから。カリギュラに攻撃がいかない、あこのターンもカリギュラに攻撃いかねえよいやけど何とかなるか、何とかなると信じよう。今のところさっきは単純に運が悪かっただけだしな。うん、多分今回はいい感じに運がいいだろうということで、わーお足りません、マジかよ、足りないのか、足りると思っていたんだけど。あただここでバーサーカー相手にダメージゼロを抑えられてるから多分大丈夫だな、一発食らっても大丈夫そうで、ここもとりあえず殴ると。コンスタンティノスのだ、あそうか、さっき俺コンスタンティノスの第2スキル打ってなかった説あるな、けどまあいいや、ここでとりあえず宝具連発すればするほどこっちは強くなるので、まあ硬くなるので、まあカリギュラのダメージを抑えられるっていうのは結構良かったりするね。
いやそう考えるとな、宝具のレベル上げてね、OC もうちょっとっていう欲張りが出てきたりするんですが、まあまあ仕方がない。それはで本当に、ちょっと待って、急にカリギュラに行かんくなったし、クリティカルでゼロダメージに抑えられてるってことはシンプルにあれだね、ここちゃんと宝具打っておけば耐えれるっていう証拠だ。まあ一応バーサーカーの通常攻撃だけは怖かったりするので、まあさすがにバーサーカーをぶん殴りに行きますか。そのこと考えるとカリギュラーというよりサポーター、一応オーダーチェンジできないからキャストリアとかあそこら辺組んで、まあ耐久するのが一番いいのかなって思いつつ、まあ一回食らってしまったらそれはそれでゲームオーバーになるんで、ちょっとそこだけ怖いね。ただまあこれで2段階上げてるから、本来だと、おお防御力アップするんだ。全くもってカリギュラに行かないし、攻撃と防御もしかしてランダムっすか。マジかよ、そういう設定か。あーでここでまあ宝具が打てなくなっちゃったんだけど、まあとりあえず殴らないといけないので殴るか。やばいな、これ耐えることができたらめちゃくちゃいいんだけど、あー宝具もたまった、オッケーオッケー。カリギュラに行くなよ、行くなよ、行くなよ、よし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 、うおっ、怖っ、シンプルに怖い。ただまあ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 、じゃあ一応スキルぐらい打っとくか。スキル全部打っておいて攻撃とかいろいろだ。あ、ちょっと待って、これ防御力ダウン入ったけどこれ大丈夫かな。これ防御力ダウンの結果死にますとかいう悲しいことにはならないっていうことを祈るんだけど、大丈夫と信じるよ、お願いね、頼むぜマジで。やけど普通にローマ関連の耐久戦になってるけど、あれだな、やっぱバーサーカーが出るとその分ちょっときつかったりするから、バーサーカー以外のやつがいい感じに来てくれるといいけど、余裕で耐えてるね。あーというか必殺技結局のところあれだな、カリギュラに行かなかったから、まあ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 セーフか。よしということで、まあ一回ね、不幸な事故で死んでしまいましたが、こういう形です。あーけどやっぱ2人分絆増加ない、入ってないから夢火使わないで、違うわ、ティーポット使わないでよかったな。まあまあまあ、けどこれは使ってみないと計算できないっていうのがあったりするんで、まあ使うとしても明後日ぐらいにとりあえず使えば一番コストパフォーマンスいいのかなとか思いつつ、まあめんどくさい方はフリクエで消費していくっていうのでいいかな。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.